いから。おいで。はい。よいしょ。あのね、さっき、心理テスト、調べてたんだよね。うん。それでなんか面白いのあったからさ、ちょっと付き合ってよ。久々でしょ、心理テストなんて。あー、俺も高校生とかぶりぐらいかな、わかんないけどね。じゃあ早速質問です。あなたは今お腹が空いています。コンビニに行きました。コンビニのおにぎりを買います。その中で4つのうちどれを選びますか？ A 鮭、 B 梅、 C 明太子、 D ツナマヨ。鮭、梅、明太子、ツナマヨ、どれにする？ん？鮭？そうなんだ。いや、何？別なんでもないよ。うん、分かった、バイバイ、ありがとう。答え？どうしようかな。知りたい？絶対？でも鮭おにぎりか。意外だな。へー。答えはおにぎりを何を買うかでキスされたいところが分かるんだ。そう。で、鮭おにぎり。どこだと思う？ね。いや、心理テスト、深層心理では俺も分かってるよ、答えはもちろん。でもさ、お前の口から言ってよ。どこにキスしてほしいね。ほら。いや、だってそれで、ね、答えを言っちゃうとさ、なんか本当の意味の答え合わせにならないじゃん。ほら、どこね。一番に思いつくところがそこなんだね。唇じゃないんだ。首？首のキスってそんなにいいかな。ねえ。
に好きなんだね。ああ、心理テストの答え？いいじゃん別に、何か答えても。いいじゃん、もうこんなに満足そうな顔してるんだから、お前がね。ああ、心理テストね。さっき俺が作った。うん、適当。うん、そうだよ、適当。いやー、そっか、首に一番キスしてほしいんだね。そう、うん、誰かにキスしてほしいのかなっていうのを聞き出そうって思ったら、なんかそういうことを言ったら素直に答えてくれるかなって。首なんだね。うーん、こっちがいいの、それともこっち、ねえ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 。すねないでよ、ごめんごめん。からかいたくなっちゃうから。楽しかった。いや、本当に分かりやすいなお前ってな。絶対嘘じゃないじゃん。さら何取り繕っても一緒だと思うけどねえ。そうなんだね。じゃあ次するときは